あなたの一歩が少しずつスキップに変わるとき、ほんの少しだけ自信がついて、自分が好きになるレシピを3分でゆったりと紹介しています。今日のテーマは、なかなか一歩踏み出せない。とりあえず途中までやってみる。一歩じゃなくていい。半歩でいい。それが夢に近づける一番の近道だと私はつくづく感じています。例えばこんなこと。ずっとやってみたかったスポーツ、音楽、料理、いろんなことの体験教室を検索してみる。何かに応募する申し込みボタンの前まで入力してみる。いつかギターを弾けるようになりたいから楽器屋さんに立ち寄ってみる。もしそこでお気に入りのギターピックがあったら、いつかの私のために買っておこう。ワクワクするような本があったら少しだけ読んでみよう。まず途中までやってみることをゴールにしてみたっていい。それは立派な行動になるよ。大きな一歩を踏み出さなくていい。誰にも言わなくていい。途中でやめてもいい。ベストタイミングを知っているのは自分しかいないから。誰かに合わせなくていい。誰かと競わなくていい。あなたの中でとりあえず半歩進めることって何でしょうか？この時間があなたにとって何かをバトンできるものになれたら嬉しいです。それではまた。